こんにちは、夏かんです。ドラクエ10オフライン、着々と進めております。前回までで主人公が一度命を落とし、エルフに転生したんですけど、なんとその転生先の子が、めちゃめちゃ優秀な学生だったみたいなんですね。それで今から卒業試験受けないといけないんです。ノーベンだけど大丈夫かな ということで、今から試験会場を向かってきます。少し戦ってレベル上げようかなー。いや、試験どんなのなんだろう。あ、スキルポイントが手に入った。スキルをつけられるんだね。あ、ホイミとボケを覚えました。旅芸人だからね。さて、スキルパネルどうしようかな。武器に合わせていろんなスキルが覚えられるんだね。さて、あ この大賀の舞ってめっちゃ良さそうじゃないですか優雅な踊りで敵全体にランダム4回攻撃だってめっちゃいいねこれ覚えようはいということでスキルポイント貯めながら試験会場にたどり着きましたうん結構結構浅何よ完璧な答えちゃったぞい。 学びの庭でしっかり学んできたようじゃなこれでお前さんの地の試練は終わりじゃ学びの庭へ戻りなさいありがとうございました一応これまでの中で調べられる本棚全部調べてきたんですけどヒントになりそうなことなんもなかったんですよねそれでは次誰が地の試練を受けるのじゃ あれ、フーラちゃん帰っちゃうの。うん。うん。そんなところに突っ立っておらんと。こっちへ来い。いや、それが。その。お前さんとは。幾晩もここで語り明かしたの。あの。そなたの知識のほど。知の試練で試すまでもないことは、わしがよう知っておる。 じゃあ試験なしでお前さんの力なら卒業は確実。最後の機会じゃわしの問いに答えておくれ。では行くぞ。やっぱ答えなきゃダメですかね。我らエルフは世界中と共に生き、共に滅びる運命だという。これは真実であろうか。イメージ的にははいだけどここはいえ。なるほど。 では次遠い昔空には二つの太陽が昇っていたというこれは真実であろうかドラクエならハイっぽいうんうんなるほどでは最後じゃこの知恵の社から見える光の川聖なるものとも悪しきものとも言われておる。 お前さんは聖なるものと思うかのここから見るとはいそうかいやーよかったこんなにめでたいことはないお前さんとは長い間ずっと議論を戦わせてきたが最後の最後でわしと全く同じ意見になるとはのうこれで。 胸の使いもりたおまえさんと意見が一つになったのじゃこれほど心強いことはない一人前となったあかつきにはともに飲みあかそうぞおっと今は血の試練の最中じゃったなではお前さんの血の試練は終わりじゃ。 ススクールの村の学びの庭に戻るがよい。そして、血の試練を終えたことを伊豆屋の伊先生に報告するの。じゃえ、これ意見あっちゃって大丈夫だったんですかね。おいあ、朝凪だ。さっきの豊頃先生の答え。あれは何だ？やばい。バレた豊頃先生は喜んでいたが。 僕にはわかるあんなのいつもの君の答えじゃないバレてるバレてるさっきの答えってどれ選んでもこの展開になるのかもしれませんね全く分かんなかったよくお休みになれましたか なんだか緊張しちゃいますねいや本当に全く受かった気がしないもん,んあれどうしたフラちゃん私全然答えられなかったのあんなに勉強したのに頭が真っ白になっちゃってねえもし私が。 地の試練に受からなくてもずっとずっと友達でいてくれるよねは本当ありがとうもうくよくよしないよ。あなたがいてくれるもん。大丈夫だよ、私も不合格かもしれないから。ここにいたのかこれから地の試練の合格者発表をするらしいぞ。 全員広場に集まれってさ来たかよし全員整列しろみんなよく頑張ったなお前たちの答え確かに受け取ったでは早速一次試験の合格者を発表しよう その方浅賀そして久助以上初めて知の試練に合格した二人は前知の試練に合格した証として二人にルーラストーンを授与する使い方は寄宿者の前にいるジアンに聞くといい 合格者の3名は巫女の館へ迎えそこでみそぎを受けた者から世界地の丘へ出発するように残りの者は部屋に戻りなさいもう一年修練のやり直しだでは解散私どうしたらいいの 一生懸命勉強してきたフーラちゃんが不合格で適当に答えた私が合格ってなんかめちゃめちゃ後ろめたいでも固有グラフィックもらってる彼女がここで出番終わりなんてありえないと思うんだけど先に行くものと残されるもの試験とはこういうものだお前たちが気にやむ必要はない正真に浸っていては 世界樹の丘へたどり着けぬぞ。さあ行け、世界樹の若葉たちよ。えー、フーラちゃん気になるけど。ということで、フーラちゃんが気になるところで今回はここまでです。よかったらまた見てください。本日はご視聴ありがとうございました。